次に浮島智子君。おはようございます。公明党の浮島智子です。本日は大臣所信について質問をさせていただき、機会をいただきありがとうございます。で、大臣所信の中には、さまざまな課題を抱えている子どもたち、誰一人取り残さず、可能性を最大限に引き出す学校教育、支援が必ずしも十分ではなかった子どもたちへの教育機会の保障に、これまで以上に力を入れてまいりますということと、学びの場であり、災害時には避難所ともなる学校施設について、教育環境の向上と老朽化対策を一体的に進めますと大臣はおっしゃっていただきました。で、本日はこの一人一人に光を当てた教育、誰一人取り残さない、置き去りにしない教育、また老朽化対策等について質問をさせていただきたいと思いますけれども、まずはじめ、ちょっと順番を変えさせていただきまして、本日の新聞にも出ておりましたけれども、水際対策について、まずはじめにお伺いをさせていただきたいと思います。で、昨日3月1日からようやく外国人のこの入国禁止措置が解除されました。で、それにより文化芸術、スポーツ、留学生等の入国が認められるようになりましたけれども、世界中で最も厳しい水際対策を行ったことは、このオミクロン株が発生した当初は緊急的な避難の措置として仕方がない面もあったと思います。しかし今はフェーズが変わってきております。新たな水際措置においては、1日の入国数は5000人を上限とし、入国できるのは準備が整った早い者順ということを承知しております。で、留学生は約15万人と含めまして、全体約40万7千人とも言われている待機者がいる中で、1日5000人ではいかにも少なすぎるんではないかという声もたくさんいただいているところでございます。この毎日の入国者のうち、1割が留学生だとしても、すべての留学生が入国するには1年以上かかります。また、待機の留学生のみならず、4月以降の新学期に入国を予定している留学生、ここも速やかに継続的に入国をしていただく必要があります。で、外国人の受け入れ開始と言いつつ、このフライトが取れず、大勢の方が入国できずにいるのは、実質的には入国禁止措置と同じ状態になってしまい、国際的な不信を一層増長することになってしまいかねないと思います。で、また留学生が入国できなかったことにより、アメリカの主要大学が日本の留学プログラム、これが中止をされたり、日本の学生との交換留学、これが難しくなるなど、将来の外交にも影響を与えかねない状況が始まっているということも象徴していたしております。そこでまず厚労省にもお聞きしたいんですけれども、入国数の上限を5000人から大幅に拡充できないのは、空港の検疫体制が原因とも聞いておりますけれども、拡充するためのボトルネックとなっている課題を具体的にご説明をいただきたいと思います。例えば、国際空港である5つの空港、この体制が課題なのか、また検査を行っている間に待っているこの空港内の待機スペースの問題なのか、また他に課題があるのかをお伺いさせていただきます。厚生労働省武井生活衛生食品安全審議官。お答え申し上げます。空港検疫においては、海外からの変異株等の流入リスクに対応するため、入国時の検査や検疫施設での待機など、水際対策に必要となる検疫体制を整備してきたところ、今回の入国者総数の引き上げについては十分対応できる体制を確保しているところです。今後さらなる入国者の増加に対応するためには、検査機器や人員の確保といった検査体制の整備、手続きの簡素化、空港への到着時の待機時間の短縮や場所の確保などが課題になると認識しています。これらの課題に対して、空港検疫では入国前にウェブ上で検疫手続き、審査を行えるファーストトラックの運用を開始しているほか、検疫所職員の確保や業務の一部の外部委託などさまざまな工夫を講じて、手続きの迅速化と体制の強化に取り組んでおります。今後、入国者総数のさらなる引き上げにも対応できるよう、引き続き検査の迅速化を含めた検疫体制の強化に向けた取り組みを進めてまいります。浮島智子君。人が必要だということもおっしゃっておりましたけれども、入国する方々は出国の72時間前に PCR 検査で陰性が確認されています。で、また到着時の検査を簡素化するとか、
自宅での検査を取り入れたりするなど、空港でのこの検査の負担、これを減らすことが必要だと思いますので、このこともしっかりと考えていただきたいと思います。でまた私は先日の2月25日、公明党の文部科学部会において、この留学生等について の水際対策の部会を開かせていただきましたけれども、その時に私の方からは、この留学生は別枠で入国をできるようにするべきだという提案をその25日にさせていただきました。そしてこの入国者の数の上限を拡充することのみならず、この入国者の総数、にかかわらず、この留学生の別枠で扱うことが必要であるということを、その時にお尋ねをして、提案をさせていただきましたけれども、残念ながら、その時の内閣官房の回答は、頭の片隅にも考えていないということでございました。で私はその言葉を聞いて、もうこれはみんなが言ったと言っておりますので。それで私にもはっきりと片隅にもないとおっしゃったので、私はその場で片隅にないんであれば頭のど真ん中に入れて持って帰っていただきたいと申し上げさせていただいたところでもございますけれども、今日の本日の新聞によりますと、入国留学生に別枠案ということで、今日は大きく報道がなされております。でこれを見てお伺いをさせていただきたいんですけれども、この留学生の別枠を考えているということで、検討されているということでよろしいでしょうか。また制度の移行の措置については、すでに2月中の公益性、緊急性があるとして、特段の事情で入国が認められた留学生がおりますけれども、この留学生のうち3月1日以降に入国する方々は、入国時に新たな措置が適用されると考えていいのでしょうか。この特段の事情で入国する場合は、待機施設の費用はこれまで各大学、あるいは教育機関、あるいは学生本人の負担となっておりました。で新たな措置では、指定国からの留学生は、他の入国者と同様に、国が指定する宿泊施設で、国の費用により待機することができるということで、よろしいでしょうか、お伺いをさせていただきたいと思います。内閣官房、梶山内閣参事官。お答え申し上げます。今般3月1日からの水際対策の段階的な緩和により、留学生についても他の外国人同様、入国者総数の枠内で受け入れ管理責任者の管理の下、入国は認めることになっております。委員ご指摘の入国者総数における留学生の扱いにつきましては、日本人の帰国者、外国人の再入国者、外国人留学生を含めた入国者の総数を見直し、3月1日より1日あたり5000人程度を目安にすることとしております。また、委員ご指摘の待機施設について、特段の事情による入国を予定していた方についても、3月からの措置による入国手続きを行った場合には、施設待機が必要となった際、検疫所が確保する施設で待機いただくこととしております。外国人留学生につきましては、外国との友好関係を構築し、我が国の教育研究力の向上や発展に極めて重要だと考えております。今後、内外の感染状況や日本人を含む入国需要の動向、検疫体制等を勘案し、留学生の入国を含め、段階的に国際的な人の往来を増やしていく考えでございます。浮島智子君。すみません、ちょっとよくわからなかったんですけれども、留学生を別枠で、今日の新聞にもありましたけれども、別枠案が検討されているということでよろしいでしょうか。内閣官房、梶山審議官、参事官。お答え申し上げます。外国人の留学生につきましては、先ほど申し上げたとおり、諸外国との友好関係を構築し、教育研究力の向上に極めて重要だと考えております。その上で、今後の留学生の円滑の入国を含めまして、段階的に国際的な人の往来を増やしていく考えでございます。この中で必要な対応を取ってまいりたいと考えております。岸間智子君。必要な対応ということで、私の理解
させていただくところ、留学生枠をしっかりと検討していただいているということで、了解をさせていただきたいと思いますので、ぜひお願いいたします。でまた、今のオンラインで手続きをしたら、し直したら、国費の施設を利用かということもありましたけれども、これ、手続きしたらいいということでございますけれども、申請者側から見れば、手続きのやり直しになることでありまして、その場合にはビザの取り扱いなど、可能な限り柔軟、迅速にするように配慮いただきたいと、お願いをさせていただきたいと思います。また新たな措置の入国者の総数の問題あるものの、昨日より新たな制度が始まったばかりですので、まずは新たな制度の下で円滑に留学生を入れることが、受け入れることが重要だと思っております。そこで新制度の円滑な運用について、外務省にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、新たな新制度のこの下で、制度の下で、留学生が一刻も早く入国するためには、在外公館でのビザ、この申請を行う際に迅速な発給が期待されておりますけれども、これは速やかに行われるのでしょうか、お伺いさせていただきます。外務省安藤大臣官房審議官。お答え申し上げます。留学生に対する、ビザでございますけれども、今回の新しい措置によってですね、これまで、申請にあたってはパスポート、申請書、在留資格証明、認定証明書等の必要書類に加えてですね、新しくその導入される入国者健康確認システムの受付済み書を提示していただくこととしております。在外公館は申請を受け付けますと、審査を行いますけれども、申請内容に特に問題がないということであれば、速やかに発給させていただきたいと考えているところでございます。浮島智子君。ぜひとも書類が揃っていれば、速やかに申請を受け付けていただくように、発給ができるようによろしくお願いいたします。また次に文科大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、日本への入国が可能となったことを一刻も早くこの留学生に伝え、留学生が見直しを、見通しを立てることが何よりも大事だと思います。見通しを立てる、計画を立てることが重要だと思っております。で大学や専門学校、日本語教育機関などの周知、これは速やかになされているのか、また手続きに戸惑う学校へのサポート体制、これはしっかりしているのか、また大学や教育機関の周知の際には、ただ新たな措置の内容を周知するだけではなくて、外国人留学生に分かりにくいところが予想される手続き、丁寧に伝えることが円滑な入国のために必要だと考えます。で、そのようなきめ細かいフォローはなされているのか、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。末松文部科学大臣。お答え申し上げます。大事な点をご指摘をいただきましてありがとうございます。2月17日に岸田総理が水際措置の見直しを発表をされまして、3月1日以降、外国人留学生の新規入国が認められるようになりました。ただ先生おっしゃいますように、留学生は相当枠を拡大しないと、難しい問題になると思ってございます。で文部科学省といたしましては、見直しの発表以降ですね、措置内容について新たな情報を把握次第、分かりやすく周知するほか、大学、そして専門学校、そして日本語教育機関等に対して、今回の入国制度に関する説明会を実施をしまして、丁寧な説明を行ってまいりました。さらに、不明な点等につきまして、この問い合わせの窓口として、外国人留学生サポートセンターを設置し、日々の個別相談にも応じてございます。文部科学省といたしましては、こうした措置などを進め、これまで待機してきた留学生や、4月に入学を予定している留学生が、可能な限り円滑かつ、継続的に入国ができるように、細かなフォローに努めたいと思います。浮島智子君。外務省の方もしっかりと書類が揃っていれば、円滑に早くできるということでありますけれども、この在外公館でビザの発給に際しては、在留資格認定証明書のみならず、申立書というのが必要であることと、外国人留学生が申請窓口に行く際に、間違えそうなこと、これをしっかりと事前にきめ細かく周知することが大切であると思います。でまた昨夜遅く、またにホームページにアップをされました出入国管理庁からですけれども、この
在留資格認定証明書、これは4月の30日までということで、私たちは部会の時にお伺いを延長するのは4月30日までとお伺いをしておりましたけれども、昨夜、ホームページに公表されたのも拝見をさせていただきますと、7月31日まで延長がなされた有効であるということが分かりましたので、しっかりとこの点も周知をしていただくようにお願いをさせていただきたいと思います。また現在の厳しいこの上限を踏まえまして、私たち、我々公明党といたしまして、2月10日に決議をして、そして2月の25日、官房長官、そして末松大臣のところにも申し入れに行かせていただきましたけれども、留学生、文化芸術、スポーツ関係の入国にかかる決議というのをお渡しをさせていただきました。大臣として、留学生はもちろんのことですけれども、併せて文化芸術関係者、スポーツなどの入国希望者の思いをどのように受け止め、今後どのように対応していこうつもりか、見解を聞かせていただきたいと思います。末松文部科学大臣。先日、陳情にお越しをいただきまして、恐縮しております。先立っての決議でご提言をいただきましたように、外国人留学生、そして JET-ALT、研究者、文化芸術、スポーツ関係者は、外国との友好関係を構築し、我が国の教育、そして研究力の向上や、文化芸術、スポーツ分野の発展に重要な役割を果たす存在です。で、私といたしましても、これらの方々が、長期にわたり訪日できないことによる影響を大変憂慮いたしてございました。まあ、先生と同じでございます。で、今回の水際措置の緩和というのは、入国実現の第一歩と考えてございます。すべての待機者が入国するには今しばらく時間がかかると考えております。希望する皆さんが迅速に入国できるように、きめ細かな支援を行ってまいりたいと思います。具体的には、留学生のきめ細かいサポートを行うとともに、入学が遅れた学生の方でも円滑に学習が開始できるよう、大学等に対して4月以降の学時日程の柔軟な対応を促してまいります。また、文化スポーツ関係につきましては、各分野の特性を踏まえ、関係者と連携して必要な対応を行っていきたいと思います。今後も実際の入国状況を踏まえつつ、現場における課題を、今日おられますけれども、関係省庁の皆さんと協議しながら、入国を心待ちしてくださっている方々に対して、少しでも円滑に入国できるように、全力を取り組んでまいりたいと思います。まだ始まったばっかりだと思います。浮島智子君。ぜひ大臣のリーダーシップのもと、しっかりと進めていただくようによろしくお願いいたします。それでは特別支援学校についてお伺いをさせていただきたいと思います。この特別支援学校は令和3年9月に設置基準が制定されましたけれども、依然として多くの学校で教室が不足しております。教室の不足の解消に向けて、どのように対応していくのか、これは重要な課題でございます。で、これまで文科省としては、障害のある子どもの教育の場である特別支援学校について、小学校などの他の学校種も設けられている設置基準を策定してきませんでした。鰐淵政務官の下で検討を行い、令和3年9月、ようやく特別支援学校の設置基準を策定したことは、一つの進展として受け止めたいと思います。しかしながら、特別支援学校への教育環境の改善は道半ばであることを指摘したいと思います。で、新聞に報道で、今日の各紙の新聞報道でもありますけれども、この公表した特別支援学校における教室不足の調査によれば、前回の令和元年度の調査から578教室が増加し、全国で3740教室の不足が発生していると。で、教室不足の解消に向け、各設置者においては、より迅速に施設整備を進めていくことが求められています。で、公明党の大阪府議団の皆さんより、現場をどうしても見てほしいという声がありまして、1月14日視察をさせていただきました、1967年に設立された特別支援学校、これは施設整備が全く追いついておらず、児童・生徒や教員が大変厳しい環境の中で過ごしておりました。で、これまでも文科省においては、各設置者に対して解消に向けての支援を行ってきていると承知はいたしておりますけれども、特別支援学校の教室不足の現状と増加の要因、そして解消に向けてどのように取り組んでいくのか、お考えを教えてください。末松文部科学大臣。お答え申し上げます。日頃、鰐淵政務官からもご意見をよくいただいてございます。で、先生ご指摘のとおり、近年の特別支援教育を必要とするこの児童・生徒数の増加によりまして、教室不足を生じていることは、もう全国的な大きな課題であると受け止めてございます。
で、このため文部科学省では特別支援学校の新増築等の施設整備に対しまして優先的な国庫補助を行ってございます。先生もご承知だと思います。特に令和2年度から令和6年度を集中取り組み期間と位置づけまして、教室不足解消に向けた集中取り組み計画の策定を都道府県に要請するとともにですね、既存施設の改修にかかる国庫補助率を通常の3分の1から2分の1へ引き上げることで、各学校設置者に対しまして支援の強化を図っているところであります。で、さらに昨年9月に公布しました特別支援学校設置基準におきましては、既存の特別支援学校についても施設や整備の水準を向上させる、これは努力義務を課しました。文部科学省としましても今後こうした支援を継続するとともに、各学校設置者が定めました集中取り組み計画の進捗状況を細かくフォローすることを通じまして、障害者のある児童生徒が安心して学べる、そういう教育環境の整備に努めていきたいと思います。浮島智子君、ぜひよろしくお願いいたします。またこの視察した特別支援学校では教室の不足だけではなくて老朽化が深刻であり、児童生徒も教員も本当に大変厳しい環境でした。で、このより良い教育環境の中で教育活動が行われるためには学校施設の維持管理も含め老朽化対策が大変重要であり、国としても積極的に支援をしていくべきと私は考えます。で、この視察してさせていただいた学校は教育不足だ、教師の不足だけではなくて、まず保健室の前を通ったら窓は閉まってるんですけども、先生方みんなコートを着ていました。それでなんでコートを着てるのかと思ったら、保健室にちょっと入ってくださいって言うから入ったら、風が外から窓は閉まってるんですけども風が隙間風が入ってきて、もう寒くて耐えられないと。だから子どもが具合が悪くて保健室にいたら余計具合が悪くなってしまうと。で、また撤去された非常口 の蛍光灯のコードが天井からぶら下がっている。また雨漏りがするんですけれども、その雨漏りをゴミ袋で天井からくっつけてそこに雨漏りの水を入れている。またもっと驚いたのは、校舎と校舎、建て増し建て増しできたもので、校舎と校舎に移るのに歩くところがなかったんですね。そしてちょっと間が空いてたんですけれども、これやっとここを歩けるようになったんです、やっと仮設ですけれども作っていただきましたとおっしゃったんで、いや、ここに仮設でもこれがなかったときにはどうやって向こう側に渡っていたんですかって言ったら、飛んでましたって言うんです。私は本当言葉が出ませんでした。飛んでましたって、教材持って向こうの校舎まで飛ぶんですかって言ったら、そうですって。で、1階までは3階なんです、それが。1階まで降りて反対の校舎に行くのが大変だと、時間がかかると、だから飛んでいたと。で、今は簡易でもこういう渡り廊下ができたからありがたいと言っておりましたけれども、こんな状況の下でやっておりました。またガラスがあって、そこに危険触るなって赤字で大きく書いてありました。で、私がなんで危険触るなって、ちょっとこう手をやろうとしたら、やめてくださいって、触ったらガラス全部落ちますと。でも、そんな環境の下で子どもたちはその中で学習をしていると、私は本当に驚いたことでございましたけれども、この各文科省においては、各設置者に対して日常的な点検、修繕、適切なタイミングでの改修等を実施するよう指導、助言を行ってきているということは承知しておりますけれども、より良い教育環境の中で、教育活動が行われるためには、学校施設の老朽化対策に対する国の支援、これは大変重要だと考えております。国としても積極的に支援をしていくべきと考えますけれども、大臣の見解をお伺いさせていただきます。末松文部科学大臣。現場をご視察されまして、雨漏り、隙間風、生々しいお話をいただきまして、大変勉強になりました。参考になります。特別支援学校を含むこの公立学校は昭和40年代後半から50年代にかけて建築されたものが大変多ございます。で、先生ご指摘のとおり、現在一斉に老朽化対策が必要な時期を迎えているものと認識をいたしてございます。で、学校施設につきましては、建物の日常的な点検や修繕に加え、適切なタイミングで改修を行うことで、より良い教育環境を保つことができるだけでなくて、トータルの維持管理コストの縮減も可能となってまいります。で、逆に適切な対応を怠った場合には、外壁や照明器具の落下が発生するなど、施設の機能面だけでなくても安全面でも大きな問題を生じます。
で、このため文部科学省では予防改修工事を含む学校施設の長寿命化改修に国庫補助を行ってございます。で、また各自治体が施設の維持管理や更新を計画的に実施できるよう有料事例をまとめた資料とかガイドラインを公表するとともに全自治体の職員を対象とした講習会も先生実施をいたしているところでございます。文科省としましては引き続き特別支援学校を含む公立学校の施設の老朽化対策にしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えてございます。浮島智子君。ぜひ全力で学びの環境を整備するためによろしくお願いいたします。次にちょっと順番を変えさせていただきまして夜間中学について質問させていただきます。この大臣の所信の中にもありました夜間中学については各都道府県制定都市で1校以上という目標達成に向け設置を促進してまいりますということでございました。で、これも我々も全力でこの夜間中学というのを設置にするべきだということで進めてまいりました。で、今回はこの4月に新たに札幌、相模原、水戸、福岡で新しく設置がされることになっております。で、ますます機運を高めていきたいところでありますけれども、現在大阪市においては2つの夜間中学の統合の話が持ち上がっています。天王寺中学の夜間学級と文の里中学の夜間学級、これを統合するという案でございますけれども、公明党の市議団と皆さんとこの学校に視察に行かせていただきました。この天王寺の夜間学級というのは、53年という歴史あるところでもございます。で、授業を視察させていただいているときに、その生徒さんの一人が泣き出しまして、実はここにいる生徒はみんなこの学校がなくなってしまうということで、授業どころではないと、どうにか私たちを助けて学びの場を取らないでくれという切実な声もありました。で、また令和3年の1月25日の予算委員会では、われわれ公明党の質問に対しまして、当時の菅総理から、引き続き夜間中学の教育活動を支援するとともに、今後5年間ですべての都道府県、政令都市に夜間中学が少なくとも1つを設置をされることを目指し、全国知事会や指定都市会長に協力を得て取り組んでいきたいと、総理の方からも当時、答弁をいただきました。で、夜間中学については、今、ご説明させていただいたように、各都道府県政令として1校以上という目標達成、これに向けて設置をしていかなければならない、大臣の所信にもありましたけれども、このような中で夜間中学の数を減らすということは、政府の方針に逆行することとなると私は思います。この学校の統廃合の判断は設置者が地域の実情に応じて行うとはされておりますけれども、文科省としてこの天王寺中学と文立中学校の統合をして、新しくこの旧日東小学校の跡地に不登校特例校と併設型の夜間中学を新たに設置するという大阪市の方針に対してどのように考えるか、見解をお伺いさせていただきます。末松文部科学大臣。お答え申し上げます。夜間中学、不登校などさまざまな事情によりまして、十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方、我が国または本国で義務教育を終了できなかった方など、教育を受ける機会を保障する重要な役割を果たしているものと考えてございます。私も江戸川区の小松川夜間中学へ行ってまいりまして、82歳のお年寄りの方が一生懸命勉強される姿を見て、自分なりに感動いたしました。で、このため文部科学省といたしましては、引き続き設置を支援する予算を確保するとともに、予算委員会における総理の答弁のとおり、各都道府県、指定都市に少なくとも1校設置されるように、設置に向けた自治体の取り組みを促してまいりたいと思います。これはもうお約束のとおりです。なお、議員ご指摘の大阪市において、夜間中学校を統合する方向で検討がなされているとはお聞きをしております。で、一方で、その学校の設置、統合等につきましては、各設置者において、それぞれの地域事情に応じた最適な学校教育の在り方や、学校を規模を主体的に検討することが求められています。文部科学省としましては、各設置者の主体的な検討に資するよう、また教育の機会を確保ですね、するために、できるだけ支障がないように、必要な情報の提供に努めてまいりたいという、そのように思います。よろしくお願いします。浮島智子君。
ぜひ教育の機会が奪われないようにしっかりと文科省としても対応していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で最後に一問だけ、学校の ICT 化ギガスクールの構想についてタブレットの管理の仕方について現場から多くの声をいただいております。それはどういうものかというと、学校から情報端末を子どもたちが自宅に持ち帰って家庭で充電してくるように、また充電器を家庭で購入するようにと指示をされているというお声でございます。これは一人一台一台に整備されたこのタブレットの管理の仕方、また充電を行う責任者は基本的には学校にあると思います。そのための経費も国として措置をしているところでございます。子どものこの ICT の機器の持ち帰りについて一定のルールを定めるよう、また充電保管庫の予算と現場に周知するよう文科省から教育委員会に通達を出していただきたいと思いますけれども、最後に大臣にお伺いさせていただきます。末松文部科学大臣。お答え申し上げます。児童生徒の学びの保障の観点からも、このギガスクール構想で整備されました ICT 端末のこの持ち帰りというのは、学習を活用することには大変有効な策の一つと考えてございます。で一方で持ち帰りに関しては、先生ご指摘のような懸念もあるため、学校と家庭のコミュニケーションを深め、理解と協力を得ながら進めることが大変重要だと思います。でこうした考え方につきまして、これまでも周知をしてきたところですが、充電のみが持ち帰りの目的とならないように、端末を持ち帰ることの目的を保護者と共通理解を図ること、端末の利用にのめり込み長時間画面を見つけないよう、30分に1回は20秒以上に目を休めるなど、健康上の留意事項を保護者、児童生徒に明確に示すことなど、持ち帰りのルール作りや健康面への配慮を含む端末活用のガイドラインを策定し、近日中にこれは公表する予定でございます。でまた充電保管庫を含むネットワークの環境整備費用につきましては、令和元年および令和2年の補正予算で措置をするとともに、単年度では1805億円地方財政措置が講じられていることから、積極的に活用いただきたいと思います。文科省としてこの新たに作成をしましたガイドラインなどによりまして、全国での適切な端末の活用が進むように促してまいります。浮島智子君。しっかりと通知を出していただくようによろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。次に牧